さあ始まりました、元女子が語る男のガールズトークセカンドシーズン、メインパーソナリティの清澄と秋です。よろしくお願いします。なんか今すごい噛みそうな感じで言いにくギリギリ最後まで言い切ったね。ギリ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 噛む微妙なラインで言いました。そうそう、突然なんですが、前回、はい、前半の時ね、次回はホルモン治療について話しようみたいな、うん、予告をさせてもらったんですけど、うん、それの話をしようって思ったきっかけがね、うん、元男の子の知り合いがいて、うん、で、この間ちょっと、たまたま会って話してたんだけど、うん、最近ね、太ももに脂肪がついてきて、うんうん、女の子っぽい太ももになってきたっていう話をしていて、うんうん、あ、可愛くていいじゃないですかって言ったら、うん、彼女は嫌なんだって。そうなんだ。そう、なんかああいうちょっとぽっちゃりした太ももが嫌だって言って、うん、あ、なんか困ってるじゃないけど、うんうん、なんか女子っぽい太ももになってきちゃったのが最近悩みなのよねみたいな話をしていて、うんうんうん、あ、そうなんだ、憧れとかじゃないんだと思った、うん。憧れそうですけどね。憧れそうだけどね。うん。人それぞれなんだなと思って。うんうんうん。その、望むもの。うん。でもさ、ホルモン治療ってさ、うん、投与したらさ、自分にさ、どの変化が起きるかってさ、結構個性じゃん。そうですね。わかんないわかんない。変化がさ、そう、強く現れて、うん、どの変化は強く現れないかみたいなのって個性じゃん。うん。うん、だから選べれないよね、うん、一緒にやってたさ、うん、あさとさんってさ、うん、毛が濃くなんないじゃん。ああ、なんか一回ひげ伸ばしてるんだって言って自慢してきたのがこのあごひげのめちゃくちゃ一方だけピヨーンって伸びてた記憶がある。お前さ、なんかひげ濃くなってきた気がするんだよねっつって産毛がパサーってなってそれ産毛だよみたいな。すね毛もあんまりないしね。うん、そうだね。そう、体に対する反応って人それぞれじゃん。うんうん。で、最近ね、ちょっと毛の話なんだけど、うん、微妙な毛がね、うん、嫌な場所がね、毛深くなってきて嫌、うん。あー、わかるわかる。へそ毛とかさ、うんうんうん、尻毛とかさ、うんうんうん、この辺が濃くなってきて、いや、ここはいらんけどなぁ、みたいな。わかるわかる。え、スミさん、今、ホルモンって何年目だっけ ?5 年、6年とか、そのぐらい。ああ。なんかね、自分もね、そのあたりから、確かにおへそというか、おへそと、あと、お尻周りは本当に濃くなった気がしてて、その辺から。うん。気づかなかっただけかもしれないけど、でもなんかすごい、例えばトイレとかでお尻拭くときに、うん、なんか絡まってくんな、うん、みたいな。そうじゃない話だけど、今までこれなかったよなっていうのが、うん、それぐらいから出始めて、いや、マジいらねえと思った、うん、それは本当に。うん。あとさ、うん、鼻毛も伸びるペースが速くなった。なんかね、その、結構毛深くなるっていう点は、うん、結構自分の中でやっぱり男性のシンボルとして思ってたからさ、ヒゲ、うん、もそうだし、うん、まあ、すね毛とか足の毛、うん、あとまあね、まあ、陰毛はちょっと置いといて脇毛とかさ、なんかもう男性というの毛深さっていうのはすごい自分嬉しかったの最初、うん、でも今関さんが言ったみたいにやっぱ 5,6 年経って、うん、なんかいらんとこの毛が生えてきてしまって、うん、いや、そこいらねえだろってそのお尻の毛とかが、うん、ちょっと、うんうん、そこはさっきのその太ももがちょっと女性っぽくなってって方の意見にすごい同意というか共感できるなっていう、ね、うんうん、なんかさ、陰毛の話してもあれなんだけどさ陰毛が濃くなったっていうか、いうよりは、うん、範囲が広くなってさ、あ、いわゆるビキニライン、はいはいはい、ここもいらんなと思ってて、うん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 、そう、その辺がね、いらん毛が増えた。なんか、そう、今のビキニラインで言うと、自分だけかもしれないんだけど、自分はね、うん、そのホルモン当初開始から、もう太ももの毛はすごい濃くなっていって、
なんか太もと陰毛の境目が分からんくらいになっちゃったもん。うんうん、あー、マジで。分かる気がする。そう、だからなんか、あれ、ここも陰毛ですかっていうぐらい太ももがすごい太くなってきて、で、陰毛も増えてくるから、なんか、うん、なんかそこは、まあ、男性のシンボルと言えないレベルでの、ちょっと毛深さなので、うんうん、そこは確かになんか嫌だなって思うんだけど、でもまあ、まあ、ちょっとどうでもいい話だったんだけど。そう、マキさん、ヒゲも濃いからそうだよね。体も濃くなりそうな体質だよね。そうだね。多分もう、親も、なんだ、すね毛めちゃくちゃ濃いから、ヒゲも濃い。多分そこは遺伝なのかなって思うんだけど。そう、なんかヒゲもさ、生え始めた時はさ、おーって思ってちょっと嬉しかったんだけどさ、なんか伸ばせるほど密にならないし、うんうんうん、こう毎日剃らなきゃいけないし、うんうん、なんか邪魔だなって思い始めて。わかるわかる。そう、メンズがヒゲの、永久脱毛とか最近流行ってんじゃん。流行ってるね。わからなくはないよなって思い始めた、うんうん。めちゃくちゃアンチだったのさ、自分、男の永久脱毛って。うん。いやいや、だってせっかく生えてんだからさ、みたいな。もう完全にシンボルじゃんって思ってたの。なんで、なんで剃るんって。で、すね毛とか脱毛するメンズ、うん、マジかってずっと思ってたんだけど、うん、自分がその身になって、なんかもうそれが当たり前の日常になった時に、うん、あ、なんわって思った。脱毛するわ、これは。その、髭剃りにかける時間とかめちゃくちゃもったいないし。うん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 。しかも最近さ、ヒゲがさ、不潔って言われるじゃん。時代の流れか知らんけど。でもまださ、マスクしてるからね、ちょっとごまかせてるけどね。そうそうそう、マスクしてるから結構伸ばしちゃったりするんだけど。なんかもう時代はさ、ヒゲは求められてないじゃん。ああ、そうね。そうかも。って考えた時に結構、なんか、いらんなって。嬉しかったけど、最初嬉しかったんだけど、うん、なんか別に最近はそこまでこだわらないなとか、ここまでいいのかなっていう作用かもしれない。だからちょっと時間経過によって変わってきた副作用の感じかな、それは。うん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 。そうそうなんだね。そこが、あとさ、他になんかある、この変化はいらんかったなみたいな。あ、自分は一番ニキビ。あ、ニキビか。変化ではないか。うん、なんか、うん、どうしてもその。結構顔とかできやすい人いるじゃん。でも自分顔よりも背中がすごくて、うん、もう汚いんだよ、マジで。結構出てるもんね。めっちゃ出てる。だからそれは本当にショックだったな。うん、それもさ、多分体質だよね。うんうんうん。なんかニキビほぼほぼ出なくて、うん、ないのね。うん、で弟を思い返しても、うん、弟が思春期だった時にもできなかったの、うん、ニキビって。うーん、うん、うん、だからやっぱ家系っていうかその人の体質、うん、それはあると、によるんだよね。うん、だから同じようにホルモン投与受けてても、うん、同じような変化になるかって言ったらそうでもなくて、うん、うん、でおそらくだけどホルモン投与受けてても声がこうなんかやや高めの人って家系的になんかお父さんも声が高めだったりとかってあるんじゃないかなっていう気が。そうなのかな。うん、男性でもほら男性の声なんだけど高い人っているじゃん。うん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 。うん、うちの旦那とかもやや声高めだもん。あ、そうなんだ。うん、自分割と高い方だと思ってるんだけど、うん、お父さんの声思い出せないな。どうだっけな。高くはないけど低くもないかな。僕の方の家系が、うん、父親も声低いし母親も高くないから、うん、うん、高くないんだけど、うん、うちの旦那は声高いね。義理のお兄さんもそんなに声低くない、うん、あ、体がちっちゃいっていうのもあるけどね。あーね、うん、声ってね、なんか大事よね、うんうん。あとさ、喉仏ってさ、ホルモン投与で出てくんの？なんか自分出てきてるって言われてるけど、自分では思ってない。わかんないよね。僕もともとあったから、喉仏。まあそうなんだ。うん。女子時代からも、なくはなかった。あんまり変わらない？
なかったんだけど、うん、なんか周りから見たらでちょっとあるらしい。うーん、あら、まあ影響なのかな、わかんないけど。ここら辺もよくわかんないけど、うん、まあでも変化ある人もいるんだろうね、きっとね。そうだね。うん。あと、体型的には、あれか、脂肪が落ちるよね。皮下脂肪が落ちるか。ああ、そうかも、そうかも。体質ちょっと。あの、丸い感じではなくなる。そうだね、ちょっとゴツゴツ感は出てくるかな。まあ、どうしても女性らしさ、女性らしいその丸みとかは多少は残るけど。うん。骨格的なものは残るけど。そうだね、そうだね。うん。脂肪のつき方としては、男性に近くなるから、うん、あの、お尻、ああ、でも、マキさんお尻大きい悩みだもんね。大きい。お尻が僕は一番落ちた気がする。ねえ、羨ましいわ。え、でもさ、うん、この間マキさんに怒られたじゃん、お尻の筋肉なさすぎとか。あ、そう、筋肉ない。全然ない。腰痛の原因とか言って怒られちゃったけど。あれはびっくりした。そう、この間浩平さんにもお尻ちっちゃいっていうか細いって言われた。ああ、そうだね。ペタンってしてるもんね。うん、全然ペタンってしてる。それで言うとなんか、ホルモン打って、マイナスな変化、うんっていうのは自分の中では少ないなって思うな。そのさっき話したその MTF さんのマイナスな変化っていうところで、うんうん、我々の部分で言うとなんかそんなに多くないなって思った。そうだね、やっぱなりたい性別になってる変化だから、うんうん、あ、もしかしたら将来その頭が薄くなる可能性はあるからそこがちょっと不安だけど、うん、別に いるってね、もっと女子さんで頭薄くなってきちゃう人。ああ、そう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 、ホルモンでやっぱ変わるから、うん、そこはちょっと不安ではあるんだけど、うん、あとはマイナスな変化って自分はないな。あ、でもあと体臭、あー、はい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 。が、なんか、臭いまではいかないんだけど、うんうんうん、女子っぽい体臭から男子っぽい体臭には変わるよね。うんうん、うん。わかる。なんか、自分では気づかない。気づく体臭、自分は、うん。気づく？あんまわかんないけど、うん、なんとなく、なんとなく変わったなっていう、こう、柔らかい感じの体臭が、なんか、臭い体臭に変わっている気がするっていう、のはあるかな。自分じゃ分かんないけど、やっぱ奥さんになんか臭いとか、臭くなったとかは言われるから、変わってんだっては思うけどね。なんか枕の匂いがさ、父親っぽくなった。ああ、ええー、うん、分かんないな、やっぱり。あとね、なんかちょっと汚い話なんだけどさ、うん、あのトイレ、うん、うんちした後の匂いがさ、うん、変わった気がする。強烈になる。なんか、ね、すごいと父親が入った後のトイレの匂いみたいなお父さん臭いみたいなああそうなのかな。でも言われてみたらそうなのかな、うん、なんかね。どうなんだろう。あと、うん、あと、もともと便秘症ではなかったけど、うん、ちょっと緩めになった気がする。なんかちょっと調子悪いなと思うと、なんかちょっと緩くなったり、回数増えたりとか。うん。なんか便秘の反対の方向？へえ、なんか、な気がする。どれぐらい影響してるんだろうね。ね。これさ、うん、逆にさ、元男の子の人とかってさ、うん、便秘じゃなかった人が便秘になったりするのかな、女性ホルモンの影響で。あ、そういう問題じゃないのかな、わかんない今度聞いてみよう調べてみよう。あ、でも書いてる、女性に便秘が多い理由は女性ホルモンの一つだって。抗体ホルモン、 あの黄色い体って抗体ホルモンが、その大腸の動きを抑制する働きがあるからだって。うんうん、ねえ。あ、そうなんだ。
みんなさ、すごい体の変化に敏感でさ、自分の友達もさ、ホルモンからこういう風になった気がするとか、うん、こうなった気がするとか、すごい話してたんだけど、うん、自分すごい鈍感で、うん、こんなことあるとか、便秘の話とかも、なんか、うん、もともと快便だったかはちょっと覚えてないんだけど、なんかそういう自分の体の変化に対して興味がないのかな、うん、興味がないから、なんか、話せることがない。な気づかなそう、マキさん。全然気づかない。ああ、そういえばそうだわ、みたいな。そういえばそうだわになれば全然マシな方よ。そう。あと、血管が太くなった気がする。ああ、それはあるかも。なんか、血管が太くなったのか、ちょっと体が筋肉質になったのか、よくさ、男性のさ、二の腕じゃねえや。ああ。前腕のさ、そう、筋肉によってさ、血管が浮き出てくるじゃん。うん、なんか、それはあるようになったなって思う。それってさ、血管が太くなったのか、皮下脂肪が減って見えやすくなったのか、うん。わかんないよね。でも血管の太さ血管太くなったのかな、皮下脂肪が薄くなったのだと筋肉でこう圧迫されてんじゃねえかって勝手に思ってたんだけど、筋肉つきやすくなった。だって僕筋肉量は多分そんな増えてないもん。トレーニングしてないから。ああ。でもさ、うん、そっか。でも代謝が変わるじゃん。うん、ああ、そっか。基礎代謝？そう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 。そうだね。あ、でもあれかも。この間さ、うん、お客さんでね、看護師さん、うん、と、血管の話になって、うん、僕、血管細いのね。すごい。うんうんうん、で、採血できないの。で、左手だとほぼほぼ採血できないっていう話をしていて、でも、男性ホルモン投与受けてから、そんなに採血の回数 してないから、うん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 、頻繁にね、うん、どのくらい違うのか分かんないんだけど、見てもらったら、うん、あ、左取れなくは、細いけど取れなくはないよって言ってたから、多分血管太くなったんだと思う。うん、見た目で、ああ、左無理だねって言われるレベルの細さだったのね。うんうんうん、だから、あ、多分左でこの辺いけそうな気がするみたいなこと言われたから、うん、太くなってんじゃないかな。うん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 、なるほどね。じゃあやっぱ、うん、血管拡張作用とかあるのかもしれない。うん、なんか突然なんだけど、さむきさん。うん。はい。さ、こう、パッと見でさ、僕もマキさんもさ、うん、こう、黙ってさ、いたらさ、うんうん、男性として見られるわけじゃん。うん。うん、このトランスジェンダーの中でさ、FTM の中でカンパスって言うんだけど、パス度、うんうん、いかに男性として見られるかがパス度って言うんだけど、うんうん、カンパスって何も言わなければ普通に男性として扱われるっていうのがカンパス で、マキさん手術してて、うん、僕手術してて、ホルモン投与だけだけど、うん、一応カンパス、うん、トイレどこですかって言ったら普通に男子トイレ案内されるっていう状態になってるんだけどさ、うんうん、これってさ、パッと見で判断するじゃん。一瞬で判断するじゃん、うん、男か女かって、うん。人間ってどこ見てんだろうね。あ、何を基準で男と女って判断してんだろうって。確かに、だってさ、同じさ、人間でもさ、うん、ホルモン打つ前は、うん、まあ女性として判断されて、うん、女性扱いされて、でもホルモン打ったら、うん、まあ男性として、ね、うん、扱われてるわけじゃん。うん。うん、多分、でも見た目って大きく変わってなくて、うん。まあ、ちょっとより顔が少しシャープになったりとか、ちょっとね、うん、この丸みがなくなってシャープになったりとかっていうのあるかもしれないけど、うん、基本的に変わってないじゃん。うん、そう、骨格とかさ、そう、目の位置とかさ、鼻の形とかさ、うん、口の形とかさ、そういう大枠は変わってなくて、うんうん、多少脂肪のつき方が男性っぽくなったっていうだけじゃん。っていうのがさ、うちの息子めっちゃさ、僕に似てる、僕に似てるってさ、みんなに言われるんだけど、うんうん、僕に似て、こう母親に似てる息子、うん、父親に似てる娘がいてもさ、うん、上すり二つって言われても、うんうんうん、こう性別まではこうならないわけじゃん。うんうんうん、女の子として、女の子だけどお父さんに、男の子だけど お母さんにって見られるわけじゃん。うん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 、で、僕自身の顔もさ、
あの治療前と治療後ってさ、うん、何が変わったかってさ、だからそんなに変わってない、うんうんうん、わかんない、脂肪のつき方が変わったから印象が変わるんだろうけど、うん、その目の形とかは変わってないわけじゃん、うんうん、何をもってして男女判断してんだろうねと思って、これがさ、うん、そう男女ともにさ、うん、パツパツにさ脂肪がついて丸顔の人だったらさ、うん、どうなんだろうとか、うん、ふと思った。なんか一番単純な見分け方はやっぱりそのホルモン打つ前と打って、うん、打つ前と打った後で何が変わったかなと思った時に、うん、やっぱり声と、うん、あとホルモン関係ないけどオペで胸取ったわけじゃん、胸、うんうん、のこの2つが多分でかいよね、やっぱり。あ、声の高さ低さで、うんうん、もちろんその声がさ高い男性もいれば低い女性もいて、うん、でもそれはあ、ど声が高い男性を見ても男性って思うのは、うん、その後にやっぱり胸の有無とかを見る、うん、体つきだったりとかを見る、うんうん、っていうやっぱ視覚と聴覚の情報が一番じゃん、判断材料としては。まあね、うん、まあでもその視覚の情報としてあれだよね、胸とかそういったところ以外に何かそういった男性的な特徴とか、うん、女性的な特徴があるかって話だよね。うん、多分ね、何か胸がそんなにない女性もいるわけじゃん。はい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 、はい、で逆にちょっとぽっちゃりさんで、うん、あれ胸 あんじゃね、何か僕よりあるかもぐらいの男性もたまにいるじゃん。はいはいはい、はい、いますねいますねいるじゃん。でもうそういう何か胸の問題以前にぽっちゃりすぎてどこがどうか分かんないぐらいのぽっちゃりさんもいるわけじゃん、男女ともにさ、うん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 、からでも女性だな、服装関係なしに女性だな男性だなって思うじゃん、うん、T シャツとジーパンでも、うん、女性だなとかじゃん男性だなって瞬時に思っちゃうわけじゃん、うんうんうん、だからすごい不思議、何見てんだろうなと思って。確かに確かに、なんかそのぽっちゃりさんでまあ、ちょっとお胸がある男性のぽっちゃりさんが、うん、もし髪がなかったら、うん、僕は、うん、髪が長くて、まあ、声も、うん、まあ、中性的な声だったらあどっちなんだろうってすごい思うと思う、うん、あだから自分、やっぱ自分の中での判断材料としては声と、うん、まあ、ちょっとねセクハラっぽくなっちゃうけど胸とか体つきを見ちゃうなって今話してて思ったな。顔は関係ないのかな？顔は、なんか肌質とかは関係しちゃう気がする。あ、でも昔さ、うん、その移行期ね、うん、移行期って自分が周りからさ、どっちに見られてるかってすごい敏感じゃん。うん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 。で、その時に、うん、顔診断みたいな、うん、なんかアプリがあって、うん、女顔、男顔みたいな、うんうんうん、診断があったのね、うん。で、それ自動で、男の顔だけど女顔とか、うん、女の顔だけど男顔みたいな、うん、なんか割合で出るんだけど、うんうん、面白かった。移行期ほんと中、真ん中ぐらいの。どんどん真ん中になってって、どんどん男性に寄りになってくるね。いや、それこそ何を基準にしたんだろう。だってさ、アプリ何を基準にしたんだろう。顔だけでしょ、うん、顔だけ。こっからここだけ。じゃあ確実に何かが変わってるってことじゃん。そう、確実に多分何かが変わってんだと思う。気になる、なんだろう。だから、何の判断、なんかあるんだろうね。なんかあるんだろうね。あるんだと思う。そこ調べてさ、次回話したいね。うん、あ、確かに、男顔、女顔。多分ここで、絶対結果出ないからさ、今話しても。確かに。ちょっと知りたい、それは。もし、なんか逆にリスナーさんで知ってる方がいたら教えてほしいし。あ、教えてほしい。そう、まあ、もちろん、そのさ、男女ってさ、区別する人ない、うん、だけど、やっぱりその中でアプリが認識するってことは、うん、何かしらあるんだと思うので。うん。で、僕の友達でやっぱりボーイッシュな子、ボーイの子がいるんだけど、うん、時々トイレで、って言われるって言ってて、
うんうんうん、女子トイレでね、うん、なんかおばちゃんにあの男子トイレ向こうよみたいなこと言われちゃうみたいなこと言ってたんだけど、うんうんうん、やっぱでも人それぞれなんだろうねきっとね。まあそうだね、うんうん、うん、体の変化もそうだけどさ、うん、うん、あ、だからそのねボーイの子にね、全然ごめん話変わるんだけど、うん、あのボーイッシュな子にね、いや全然可愛いと思うよって言ったの、うん、むっちゃもう僕むっちゃ可愛いと思うんだよねって、むっちゃこう可愛い推しをしてたら、うん、だってさ、キヨさんってさ、ゲイでさ、あの、ゴリマッチョ好きでしょって言われてさ、その人に可愛いって言われてもねって言われちゃった。確かにごもっともだわ。ごめん、ごめん、ごめん、そこ、んごめん、みたいな。確かに。まあでもね、可愛いは人それぞれですしね、可愛いって言われるだけでも嬉しいですよね、うん、でもね。うん。うん。そうだね。だから人って本当不思議だよね。どこ見てんだろうね。そうね、そうね。うん。何をもって男女決めてんだろうなと、うん。うん。うん。確かに。確かに。まあ、マキさんがね、これで女子トイレ入ったらやばいけどね。いや、もう捕まるでしょ。僕、女子トイレ入ったら捕まるかな。男性って自認してるなら捕まるんじゃない？そうだ。戸籍ではなく。戸籍ではなく。確かにもうキャーって言われた時点でアウトだね。うん、そうだね。うん。ということで、はい。まあ、体の変化は人それぞれなので、そうだね、あのホルモン治療を始めたいなって思ってるさ、トランスジェンダーの人とかもさ、うん、なんか、こう言ったらあれだけど、あの過度な期待しないのが一番まあそうだね、そうだね、そう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 、望んでたけどならんかったっていうのもあるし、そのひげが生えなかったっていうのもあるし、いや血毛いらんかったなっていうのもあるし、そう、望む望まないは関係なしにこうホルモン投与を受けたら、あのな自然の流れに流れされるしかないので、そうだね、はい、あの過度な期待をしないようにっていうオチですかね。それはあると思います。はい。はい、あの、なんで、あの、皆さんも、あの、トランスジェンダーの方で、この変化いらんかったとか、この変化は嬉しかったみたいなコメントがあったら、ちょっと送っていただけると、うん、特に僕たち、あの、元女子なんで、あの、元男の子の体の変化ってよくわからなかったりするんで、うん、その辺と教えていただけると、うん、うん、ありがたいなと思います。ぜひ。では、今月はこんな感じで、メインパーソナリティ、あ、ごめんなさい、メインパーソナリティの清澄と牧でした。バーイ、バーイ。バーイ。